っといてや。当たったんちゃう。当てたんやで。ちょっと違うんか。死んじゃうんじゃないの、グリタに。照れたら電流。女子とワイワイたこ焼きパーティー。うわー、きついなー。栗谷を照れさせるようなセクシーな攻撃を仕掛けてくる、もうプロフェッショナルがやってくるんで。プロフェッショナル、はい、なんでそこでちょっとでも照れたら電流が流れるっていう。あ、お邪魔します。あ、どうも。お邪魔します。あれ、すごい、なんかこんな用意もしてくれて。あ、じゃあちょっと座って、失礼しますね、ごめんなさいね、ちょっと前失礼しますね。どうした、どうしたん、どうした、大丈夫です、ね、大丈夫。栗谷くん、女の子をこの家入れるのって初めて。うん、初めて。ほんまに、うん、嬉しい、初めてで。栗谷くんの初めてになれたってこと。そう、嬉しい。ちょっと、あ、いいよ、座って。早いな。うん、大丈夫。相変わらずね、綺麗ですね。上から見てるやろ。いや、見てない、見てない。上から見てない、見てない。見てるやろ。見たことないか。見て。大丈夫？大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫だよ。落ちてるし。あ、ごめん、ありがとう。落ちたから拾うな。うん。見んといてや。見てね、見てねえし。見てねえ。な、見てないから。見てないから、見てないから。今見てないから。見て。え、見て。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫？あんまりなんか俺いないとこでそういう服着てほしくないかも。あ、そうなん、うん、でも可愛いやろ。可愛い。見て。めっちゃ、めっちゃ可愛い。わー。栗谷くんに見せるために買ってきた。あー、ありがとう。もっと見てほしいな。どこ、どこ？服、服見て、服。それ、ね、下やん、うん、もう地面や、うん、ここら辺見てって。だ、徐々に、徐々にね。目までいけるかな。じゃあこの指をたどってってな、うん、これ、足やろ。足、足、足、膝やな、うん、太ももやろ。ここでちょっと止めてみようかな。止めないでください。太ももの良さが、太ももの良さが、太ももの良さ気づかせんなよ。いける。おお、ちょっとお尻は、お尻は、あ、もうお尻もやだ。くだらねえこの企画。もう一回だけお願い、チャレンジ。もう一回たこ焼き作られへん、見てくれへんと。わかった、わかった。この指たどっていくねで、うん、これ足やろ、膝やろ、うん、もうめくるなよ。なんでめくるの。胸、胸。うわ、胸。我慢して、頑張って、頑張って。もう一回、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 うん、おばあちゃん思い出して。おばあちゃん、おばあちゃん思い出して。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん優しかった。優しいおばあちゃん、優しいおばあちゃん、うんうん、私のおっぱいも優しいよ、本当に。いきます。あ、いけんの。じゃあこれラストね。はい、ラストやで。さあ、いけ。なっちゃうから。目見たら好きになっちゃう。ふぶきさん、面白いな、ガッツァって。女の子がさ、家に来るってどういうことかわかる？俺は結婚だと思ってる。それ以上言わんでいい。なんで？多分同じこと考えてるから。え、結婚じゃなくて、その前のこと。たこ焼き作ろうや。もうお腹いっぱいだよ。でもな、かわいい子をめちゃくちゃにすんのが好きやね。めちゃくちゃにしたらな。
当たったあ当てないでよもっと優しくぬりぬりして。そんな感じなんや。そんな感じにしてくれるんや。もっと激しいかもしれない。激しいのもやった。あ激しい。くだらねえ。くだらねえな。いっぱいいるねんで、いっぱい。いっぱいいるの。うん。もっとや優しく入れて。ああ触れちゃう。びしょびしょで。ああ。なんだこれ。なら。これ待つだけ？うん。どうやったことかさ。あそっか。入れようや。全部入れて。マジなんだよ。俺この近年作った番組で一番クソ番組だよ。めっちゃ好きやね。ふぶきさんが乗り越えてくんだよな、いろんなものを。優しくして、優しく。すげえな、自分でやった。入っちゃった。あ、すごい、すごい。ちょっと。すごい意味が分かんない。ああ、当たった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 んちゃう。当てたんやで。ちょっと違うんだ。死んじゃうんじゃないの、栗谷。最後にできる。最後にできる。ネギ全部入れて。ネギ全部入れて。俺一生後悔すると思う、ここで全部ネギ入れれなかった。これの汚れちゃってる服、ごめんね。ごめん、拭いて服は。ふぶきさん、ふぶきさんすげえ。栗谷、女慣れと違うの、触っちゃダメだよお前。これで女慣れってか、これ完全に、これ完全に逆にそこ行っちゃダメなんじゃ。栗谷やっちゃったら、はい、終了。